オーストラリアヘラサギは、ペリカン目とキカヘラサギ属に分類される鳥類の一種で、ある。英名は、ロイヤルスプーンビルだが、ブラック、ビルドスプーンビルの名でも知られる。鳥類学者として名高いジョン・グールドは1838年、最初に、オーストラリアヘラサギを記載し、プラットリー・レギアと命名して、ヘラサギとの類似性を指摘した。年のチェサーによるヘラサギ属における、 ミトコンドリア DNA についての研究では、オーストラリアヘラサギとクロツラヘラサギは、互いに最も禁煙な種であることが分かった。オーストラリア、ニュージーランド、インドネシア、パプアニューギニア、ソロモン諸島において、干潟や、淡水の浅瀬及び、塩水の湿地に生息する。またニューカレドニアでは、名鳥として記録されている。繁殖は、オーストラリアヘラサギは、 大魚の白い鳥類で、ヘラ状のくちばしは黒い。全長約77センチメートル、体重約1.7キログラム。小菌類であり、水辺を歩くために長い足を持つ。魚類、貝類、蟹及び両生類を採事し、くちばしを横方向に動かすことにより、餌を捕食する。オーストラリアヘラサギのくちばしの先は平らで幅が広く、 監視のような動作をするキバヘラサギの幅の狭い、くちばしよりも、むしろトングのような役割を果たす。繁殖期には、長くて、白い飾り輪が、頭部の後ろ側に生じ、顔には彩色のあるブチが現れ、黒い額に、小さな赤色藩が見られるとともに、目の上には、黄色のブチが生じる。また胸は淡い気褐色を帯びる。気象オーストラリアヘラサギは湿地に生息し、 くちばしを左右に吐くように振って、甲殻類、魚類及び小さな昆虫を採示する。飛翔時においては常に頭部を伸ばしている。オーストラリアヘラサギは肉食性であり、浅水域でくちばしを振り動かして、小動物を捕らえ、一度見つけたいものを飲み込む。ゆっくり振り動かす場合は、くちばしを水面に直角にしてゆっくりと歩き、くちばしの先を約2から4センチメートル開いて、 目の前におよそ100度の円弧を描いて破き動かす。ゆっくり歩いて、水域の底から残骸や小動物を蹴り上げ、それをくちばしで察知して捉える。餌を探知すると、狭い水域を集中的に破き動く行動に変わる。オーストラリアヘラサギはまた水面下の植物を探って、直接採持するとともに、例えば地上の雲などを餌として捉える。また、 浅水域を歩いている間ずっと口しを引きすっているのが観察されている。うアルコで記録された捕食物としては、淡水の甲殻類、例えばヤビーテナガエビ属や、沼エビ科のエビ、昆虫、特に松ム虫科や、水虫科の水生昆虫、魚類、例えばカダヤシや、金魚、オーエクナナリーフレッシュワタースネール、植物質材、例えば馬ゴヤシなどが含まれる。 巣は木の枝の開いた木台で、メスは2から3個の卵を産む。ヒナは21日後に孵化する。繁殖期には騒ぎに対し非常に敏感である。オーストラリアの集団繁殖地全体において、小さな混乱の後、親鳥が卵を放棄することが知られている。広い分布域全体にわたり、広範囲に生息し、オーストラリアヘラサギは絶滅の恐れのある。 主の IUCN レッドリストにおいて、軽度懸念に評価されている。ありがとうございます。